指定駅は神奈川県川崎市幸区南幸町3丁目にある東日本旅客鉄道南部線の駅である。駅番号は JN02。南部線の本線のほか、浜川崎駅方面の支線、及び新鶴見信号場への支線が当駅から分岐している。当駅は川崎市内にあるが、運賃区分場は横浜市内の駅として扱っている。 詳細は特定特市内を参照されたい。駅開設当時、当駅自体は川崎市大和南河原に位置していたが、駅名は隣接する、吉祝郡鶴見町を大和市場技知ってから取った。知ってとは、ある地域の後方にある土地を意味する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線の、計二面三線の高架駅。 各ホームから地下道を通ったところにある木造平屋建ての駅舎は開放的で内部には自動券売機、自動改札機、窓口などがある。直営駅で緑の窓口が設置されている。山木駅、川崎新町駅、小田久市駅と浜川崎駅の南部線側は当駅が管理している。2011年3月バリアフリー化工事が完光した。 ホームごとにエレベーターが設置されたが、南部線下りと南部支線へは、改札左手にある南部線上りのホームへ向かうエレベーターを利用して、中2階での乗り換えが必要となっている。2020年度の1日平均乗車人員は12,171人である。この値には、南部線南部支線の乗り換え人員を含まない。近年の推移は、下記の通り。 駅所在地は川崎市幸区であるが、横浜市鶴見区との境にあり、知ってという地名も横浜市側にある。駅の下を知って黒川道路が交差している。知って駅前知って駅入り口駐車区出店。ありがとうございます。